どうしたものか。フランさん、何か悩まれているようですが、よかったら相談に乗りますよ。いや、最近平和すぎて戦闘が全くないんだよな。仕事が見回りくらいしかなくて暇すぎて。そういうことですか。以前と比べて敵の脅威が少なくなりましたもんね。幸せな悩みだな。あ、隊長。二人で何を話しているかと思ったらそんなことか。いや、戦闘が恋しくて。村の防衛力が強固になった影響で、敵もそうそう手を出せなくなった状況だな。こちらとしては狙い通りですね。その通りだ。いずれタイタンと決着をつける予定なので、それまでは自己鍛錬に励んでくれ。あじゃあ。それでは本日の開拓予定を説明するぞ。お願いします。まずは一人用住宅の増築と農場の拡張をするぞ。隊員を増員するのか。最終的には35人まで増やす予定だ。では、あと4人増やすんですね。そうだな。それで食料を確保するために農場を拡張するんだな。うむ。他には投稿の家を建築するぞ。確かマンナさんが投稿になるために修行中でしたね。あと数日で投稿に転職予定だ。これで風水師以外の食料は全て揃うな。風水師は解明されていない特殊な食料ですよ。王国の学者も存在程度しか知らないからな。こればかりは現時点ではどうしようもないぞ。そうだな。では、翌日から一人用住宅の建築を開始する。ラジャー。早速家の建築を始めるか。前回と同じ設計図だな。場所も前回の家の空きスペースですね。そうだな。一人用の住まいとしてはちょうどいいので、今回も同じ設計図で行くぞ。この家なら満足してもらえますよ。今回3軒建築するので、住宅はこれで十分かな。ああ、住宅の建築はこれで完了だ。住宅の完成後に入植者を段階的に増やしていくぞ。どんな方が来るか楽しみですね。戦闘職務機なら第2小隊に入隊させるよ。まあ、その時に決めるか。では次の作業に移りましょう。次は農地の拡張だ。すでに完成しているな。もともと罠場があったエリアですね。罠場を移動し、農地をこちら側に拡張するぞ。少しだけ農地になっているが十分なのか。現時点では問題ない。人数が増えて足りないようなら拡張する予定だ。一度に増やしすぎても手入れが大変ですもんね。そういえば、我が正体のルカさんをガーディアンに昇格させるよ。先のオークたちとの戦いで、活躍した功績が認められたようだな。これでガーディアンの2名体制ですね。ふふ、我が第2小隊がさらに強くなった。タイタンなんぞ恐るるに足りんな。頼もしい限りです。現在の戦闘職の転職は一通り完了したな。はい、全員が最上位職です。うむ、それでは引き続き周囲の警戒を頼むぞ。あじゃあ。軍曹、フラン、いるか。どうした隊長。何か重大発表ですか。これより暖炉の昇格のため、隊員の幸福度を向上させるぞ。暖炉の昇格ですか。そうだ。目標をクリアすることにより、正式に村を入植地とすることが可能だ。へえ、なるほど。具体的に何をするんですか。美味しい料理を食べてもらったり、快適な環境で生活してもらったりといろいろだな。なんだか普通のことだな。これが意外に難しいのだよ。普通に生活してても不満ってたまりますもんね。その通りだ。隊員の生活を中止し、不満がたまらないようサポートしてくれ。任せてください。世話の焼ける奴らだな。くれぐれも頼んだぞ。おい、霊夢、新しい入植者が来るらしいぞ。本当ですか。本当だぞ。一人用住宅の建築もほぼ完了しているしな。今回の入植者は六三という男性だ。こっちに向かってきてますね。では能力チェックをするぞ。これは強い。万能タイプですね。優秀すぎてどこに配属させるか悩むな。隊長、第二小隊への配属を希望するぞ。第二小隊だけ5名だったのでちょうどいいかもしれません。わかった。ではフラン頼んだぞ。任せろ、一流の戦士に育て上げる。それではみんな、持ち場に戻ってくれ。ふう、ついに暖炉の昇格条件をクリアしたな。この3日間、隊員をしっかり監視していた成果ですよ。監視ってすごいな。不満がありそうな隊員を見つけては説得していました。村から追放すると言ったら、心よく説得に応じてくれましたよ。やはは、全然心よくじゃないよ。よくそれで幸福度が上がったな。嬉しそうでしたけどね。まあいい、これでゆっくり村を正式に設立するぞ。
全隊員を暖炉前に集合させてくれ。はい。みんな嬉しそうですね。ここまでの道のりを考えるとな。隊長、泣いてるんですか？バカ野郎、目にゴミが入っただけだ。私も目にゴミが。フランさんも泣いてるじゃないですか。いや、これは目から塩水が流れてるだけだ。隊員には色々と苦労をかけたが、よくここまでついてきてくれた。何を言っているんですか？今さら水臭いことを言わないでくださいよ。そうだぞ隊長。まだ開拓生活は続くが、さらに村を発展できるように頑張っていくぞ。もちろんですよ。固い話はこれ以上なしで、祝いの場なので飲むぞ。そうだな、しばらく仕事は忘れてゆっくりしてくれ。ラジャー。その日、ゆっくり村には、隊員の歓喜の声がしばらく続いたのであった。うえー、飲みすぎた。私も調子に乗って飲みすぎましたよ。少しお酒を飲んだくらいで酔うとは、まだまだだな。そんなことより、何か建築するんですか？その通りだ。冒頭で説明した投稿の家を建築するぞ。表示されているのがその図面だな。おしゃれな家ですね。大きな煙突もあるな。投稿の仕事道具は建築完了後に設置予定だ。この大きな建物を一人で住めるのは羨ましいですね。投稿になる予定のマンナさんだな。その分、バリバリ働いてもらう予定だ。すでに石膏のレベルが4になったことで転職可能になっている。では早速転職してもらいましょう。確か投稿は家具や装飾品を制作できるんですよね。そうだな。材料って何を使うんだ？主に粘土を利用して制作するぞ。ちなみに制作道具はろくろと釜だな。高品質の壺とかは高額で売却できそうですね。ふふ、村の財源確保に一役買ってもらうぞ。これはお金の匂いがプンプンするぞ。ゆっくり村の特産品として売り出せば荒稼ぎできますよ。金儲け最高。何事だ。村の北側にトカゲどもが集合しています。このままじゃ訪問者たちが襲われる危険があるね。仕方ない、第二招待蹴散らしてきてくれ。絶対無理。確かフランさんはトカゲ苦手でしたよね。あれほど戦闘を渇望していたじゃないか。新人の戦闘訓練も必要なので頑張ってくれ。フランさん、ここで逃げているようじゃ部下に示しがつかないですよ。トカゲも倒せないような体調。プ、笑われ者だな。なんだと。あとオオトカゲのお肉は絶品なんですよ。王国の市場でもほとんど出回らない高級食材だ。そこまでお願いされたら仕方ないな。この私に任せなさい。では頼んだぞ。第二招待出陣だ。ちょろいですね。ちょろいな。ギャハハハハ。隊長、第二招待がトカゲに突撃しているようです。あれ、フランのやつ目を閉じてないか。絶対見ちゃダメ。気配で感じるんだ。なんだかブツブツ言ってますね。うわぁ、なんか汁がついた。残りの気配は一体だけだな。ふふ、最後だ。オーニー、乱世セレテス。はぁ、なんとかなった。フランさん、お疲れ様でした。まさか目を閉じて戦うとはな。ふ、これくらい余裕だぞ。疲れたと思うので休息してくれ。トカゲのお肉はこちらで回収しておきます。後ほど料理人がトカゲのお肉を使った食事を振る舞ってくれるぞ。お、やったー。隊長、我々もしばらくしたら本日は休息しましょう。そうだな、そうするか。ん、何か旅人が来たようだ。なんでしょうね。ゆっくり村の皆さん、ここに来る途中に普通じゃない大きさのウサギの耳が見えたんだ。ふと、ウサギ人の昔話を思い出した。そのことを知らせたかったんだ、ではな。帰っていったな。ウサギ人って古い昔話に登場する生き物ですよね。あれって空想上の生き物だろ。とりあえず、人参を放置してどうなるか確認してみるか。そうですね。そういえば、建築中の投稿の家がそろそろ完成するぞ。今回は完成に2日程度でしたね。案外早く建築が完了したな。
投稿のマンナさんには早速新居に住んでもらうか。あとは仕事道具の設置が必要だな。確か制作は完了していたので配置するだけですよ。表示中のアイテムが鎌だな。そうですね。あとはろくろを設置すれば完成か。なんか寂しいので装飾した方が良くない？確かに。では、適当に装飾品も設置しておくぞ。そういえば、投稿で利用する粘土ってどこで採取できるんですか？土を掘っていると見つかるぞ。へえ、じゃあ簡単だな。採掘場所は投稿の家の前を予定している。ここなら粘土を回収して、すぐに製作に利用できますね。当面は大した製作はできないが、レベルが上がれば高品質な装飾品も製作できるだろう。金儲けのために頑張ってもらわないとな。ギャハハ。といったところで今回はここまでとするか。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとう。ありがとな。バイバイ。